それではよろしくお願いをいたします。新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日5月の25日県内におきましては1名新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名を公表させていただきます。藍住町です。また感染経路につきましては現在調査中となっております。なお家庭内感染、帰省関連、飲食店関連及び小学生、中学生、高校生の感染者はございません。その他感染者の年代、主な行動歴、症状の程度など詳細につきましては記者の皆様方のお手元に配布しております。資料をご参照願います。それでは徳島アラートにかかる指標、ご指標7項目発表をさせていただきます。まず直近1週間、これは5月の19日から5月の22日までの1週間、新規報告者数30名ちょうどとなります。いよいよステージ1とステージ2、その境となったところであります。次に感染経路不明割合30分の5、 16.7% となります。次に病床の逼迫具合を示す3つの項目、まず確保病床の使用率234分の72、 30.8% となります。ちなみにこの入院をされている方72名、つまり70人台というのは4月の1日以来55日ぶりとなります。次に入院率については78分の72、 92.3%、 ついに 90% 台を超えました。過去最高ということで、ほぼ全ての皆さん方が入院できるに近づいてきているということになります。うち重症者割合につきましては25分の2、 8.0% となります。次に療養者数につきましては78人となりました。100人を割ったのは4月の2日以来52日ぶりということになります。次に PCR の陽性率1764分の30、 1.7% となります。先ほども申し上げた通り、本日発表をいたしました感染者数は1名となり、これで9日連続で新規感染者数が1桁台となったところであります。このように新規感染者数が落ち着きを見せているのもひとえに県民の皆様方、また事業者の皆様方のご理解とご協力のおかげであります。と言いますのも、全国に目を転じてみますと、石川県におきましては昨日一つの学校でクラスターが発生をし、そこから一気に53名、全体としては101名という過去最高を記録をしたところであります。まあ、こうしたことは県内でも感染の主流となっている変異株、強い感染力を示すものでありまして、本県におきましても過去最高の60名を記録をした5月の3日、この時は60名のうち51名がクラスター関係、あるいは濃厚接触者という形になったところでもありました。我々も経験をしているところであり、まあ、いつ何時一つで53ということですのでね、やはりこうした他県の状況もしっかりと注視をし、引き続き強い危機感を持って対応してまいりたいと考えております。ちなみに今日緊急事態宣言が新たに加わっている沖縄県、昨日256ということで過去最高を更新したわけでありますが、今日もこれを更新をしてついに300人台に突入、
302名となったところであります。さて現在緊急事態宣言対象地域は今申し上げた沖縄を加え10都道府県、またまん延防止等重点措置の対象地域は8県となっております。また今月末が期限となっている緊急事態宣言、すでに広島県、福岡県、期限の延長を知事が政府に対し要請をしており、昨日は大阪府におきましても延長の要請が決定をされるなど、各都道府県におきましてもこれに続く方向で調整に入っているところであります。ということでこちら、いつも見慣れている感染拡大注意急増のパネルでありますが、ちょうど今回注意をいただきたいのはこの2の部分ですね。この緊急事態宣言の対象区域ということで、沖縄が加わり全部で10都道府県、今一番ポイントとなっているのは沖縄以外の9都道府県が5月の31日までとなっているところ、これを延期をしようではないかという要請が今各都道府県から出てきているということになります。またまん延防止等重点措置区域も2つに分かれ、先発をした今では5つとなっているこの5県、ここも5月の31日、ここについても埼玉などでは延長をと、こうした声が出ているところでありました。今後我々としても政府の対応注視をしていかなければならないというところであります。ということで県民の皆様方、事業者の皆様方におかれましては、これら緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の対象区域との不要不急の往来についてはぜひ自粛をお願いをいたしたいと思います。また現在飲食店に対する営業時間の短縮要請や、徳島市内の大規模集客施設に類する県立施設の20時以降の休館、5月の31日まで実施しているところでありますので、県民の皆様方、あるいは事業者の皆様方には大変ご不便、ご迷惑をおかけをしているところでありますが、皆様方の命と健康を守るためということで、ぜひご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げたいと存じます。ここで2つの一斉検査の結果についてご報告を申し上げたいと思います。県ではこの感染力の強い変異株、感染が増加をしている家庭内感染、その防止、また必要な業務を維持することのできる業務継続、いわゆる BCP、 その確保を図るため、学校や事業所において複数の感染者が判明をした場合、全数調査、これを行うこととしております。そこでまず学校のモニタリング検査についてでありますが、複数の感染者が確認をされた学校2校におきまして、希望者に対し PCR 検査実施をしておりましたところ、現在希望者307名のうち301名の陰性が確認をされ、残り6名につきましても結果が判明をした段階で改めて公表をさせていただきます。また職員3名の感染者が確認をされた吉野川市役所において、保健所の検査対象外、つまり検査対象は濃厚接触者、接触者ということですから、それ以外の職員325名を対象に一斉検査を行いましたところ、24日に陰性と発表をさせていただいた311名に加え、残りの14名の方の結果が判明をいたしました。残り14名の皆様方も全て陰性判明をしたところで、結果として対象者325名全員の陰性が確認をされたところであります。最後に県保健製薬環境センターおよび家畜貿易衛生センターにおける変異株スクリーニング検査の結果について、今日は水曜日ですので報告をさせていただきます。
5月の24日、25日に新たに実施をした県のスクリーニング検査について、5月の上旬から下旬に発症をされた陽性者を対象に36検体抽出をして実施をしたところ、36検体 100% 陽性となったところであり、変異株疑い例として国立感染症研究所にゲノム解析を依頼したところであります。さらにイギリス株など N501Y 変異株スクリーニング検査の結果、今回の検査では全てが N501Y 変異株陽性と確認をされたため、現時点での本県へのインド変異株の流入の可能性は極めて低いと考えているところであります。しかしながら大阪府また兵庫県などいわばお隣組におけるインド変異株の発生状況に鑑み、先読みの対応として新たに6月から N501Y 変異のスクリーニング、これに加え検査キットを用いたインド株でありますが L452R 変異のスクリーニング PCR 検査を家畜防疫衛生センターにおいて実施できる体制を整備いたしたところであります。ということでこちらをご覧をいただきます。まあ、こうした形で今徳島版 CDC でありますが、保健製薬環境センターと家畜防疫衛生センター、こちらで合わせて36検体英国株など N501Y 変異スクリーニングの PCR 検査、これをやっているんですね。少しこちらを見ていただきたいと思います。ゲノム解析の結果なんですね。先ほど今日すべて 100% が N501Y だったので、インド株の確率は極めて低い、その根拠は何か、こちらなんですね。つまりゲノム解析の結果 N501Y が出た場合にはインド株該当しない、そして L452R はインド株だけとなっているところでありますので、これを見ていただいても分かるように、まあ何日か前、今後インド株が出てくるということになって、また全国でN501Y に置き換わった、そこでこの検査体制を N501Y 充実をしても意味がないんじゃないか、記者の皆さん方からご質問がありました。実は検査キット120を設けて家畜防疫衛生センター、これまでの保健製薬環境センターとは36にさらに120を加えて対応を充実をしよう、こう申し上げた時のご質問だったわけでありますが、まあ、そうではなくこのような形になりますので、全体を調べた上で全て 100% が N501Y であればインド株ほとんど入ってきていないという、その意味では N501Y の検査を充実することは大変意義があり、そしてもしこの中で陰性となった場合は今までは安心とこうしていたんですが、そうではなくてそれの中に実はインド株、これが入っている可能性が出てくる、つまり L452R の可能性があるということで、陰性になったものを再び今度はこの L452R の PCR 検査、これを行おうということであります。ということで今後の体制についてこちらということでね、こちらが保健製薬環境センターの在り方、まず N501Y この変異をスクリーニング的にまずかける24、そして家畜防疫衛生センターで12、合わせて36、今回も36よって36が N501Y100%、 さらにこれに今度検査キットを用いまして、もし陰性と出た場合はこちらでこの検査キットで対応する、さらに6月下旬からは国立感染症研究所の
手法を用いて保健製薬環境センターで直接 L452R インド株の変異、これを抽出をする、この体制を整える、家畜防疫衛生センターにおいてもこれを行い、そして検査キットをフェット、まあ、こうした形で英国株はもちろんのこと、インド株への備え、先取りをさせていただきたいと思います。ということで、今も申し上げた通り、我々としては二重の体制でしっかりとこの変異株、なんといってもあの4月大変な状況になったわけでありますので、こうしたものを先取り先取りで検知をしていく、こうした体制を充実をさせていただければと、このように考えています。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。よろしくお願いします。 NHK 草野です。すみません、細かい点も含めて、確認をいつかさせてください、はい、まず1点目です。先ほどですね、徳島アラートに関して療養者数100人を割ったという言い方を、はい、されたと思うんですけど、これは100人未満ということで、そういうことです。以下ではなく未満、はい、2桁ということですね。でまた男性、今日感染が確認された男性なんですけれども、はい、中等症ですが、どういった症状になるんでしょうか。はい、まあ、今回お一人、まあ、中等症という形となりました。でこの方の症状は肺炎の症例が見られるということで中等症ということになります。それとですね、今このインド株かどうかっていうのを調べることができる、はい、今こういう、パネル用意していただいたと思うんですけど、そのデータをですね、今ちょっと資料でいただくことできないかなと、ちょっとわからないので、ね、お配りさせていただきます、もちろんいただきたいなと。失礼いたしました、お配りをさせていただきます。その上でですね、すみません、6月の上旬から、県の家畜防疫衛生センターでできるようになる、はい、もう一度こちらをご覧をいただきたいと思います。まあ、こちらにありますように、すでに検査キットを入れて、この40、今まで検査キット120全部これを英国株でいこうとしていたところ、その40、こちらを逆にこの L452R、つまりインド株、この部分の解析に持っていこうということにします。でさらに今度下旬になると、国立感染症研究所の方でインド株 L452R の解析法、これを伝えてきてくれますので、これを受けて6月の下旬からはさらに保健製薬環境センターと家畜防疫衛生センターにおいてもこれを行うことができるという体制をさらに充実をするということになります。そもそも今現在 の、 そのスクリーニング検査というのは家畜防疫衛生センターでやっている。今は保健製薬環境センターで24、それから家畜防疫衛生センターが前回から加わって12で36件、今まで24だったんですね、前回から36でやっている。でさらに検査キット120を設けて、これで N501Y を36たす120、156でいこうと、こうしていたんですね。しかし急遽今インド株、この話が入ってきたので、120PCR でやるんではなくて、そのうち40を開けて、しかもこれを今検査キットが入ってきている分、これを6月の上旬に入れることができますので、もしこちらのスクリーニングで陰性と出た、その場合はインド株の疑いがあるので、それを検査をする。しかも6月の下旬からはさらに保健製薬環境センター、あるいはさらなるもう一つやっている家畜防疫衛生センター、こちらで国立感染症研究所の手法を用いて、さらにインド株の分析をしていく。というのは、例えば検査をしたものを、例えば36たす80として、100を超えるものをやって、そのうち50陰性となった場合、この40だけでは50やりきれないですね、40しかできない。それをきっちりとやるためには、やはりここも必要になってくる。こういうこと。つまり、県の方で、インド株の、ウイルス検査もやるようにしましょう。そうです。ただこれはあくまでも疑い事例。ゲノム解析は最終的には国立感染症研究所の方で行う。確定まではしない、はい、だから今の英国株の疑い事例と同じこと、ただインド株をやる、しかも効率よくやるためには、この
英国株であったらほぼ、英国株というか N501Y であればほとんどインド株である確率は低いということですから、陰性のものだけをやるということになります。英国株で陰性になったものをインド株でも、あの、後ほど調べてやる。ありがとうございます、はい。インド株は英語株に比べてかなり致死率が高いというウイルスになっているんですが、万が一徳島県で確認された場合の県の対応はい。で、前回初めて我々の方でこの N501Y、 いわゆるスクリーニングをやって疑い事例、ただその場合もしっかりと解析をして確定を国立感染症研究所からいただく必要があるということで、県の疑い事例の段階では公表をいたしませんでした。しかし、まあ、現にそれで数が減ったわけなんですけど、まあ、その後急激なこの大阪、兵庫での感染拡大ということが出て、また感染力が強いらしいと当時ね、あったもんですから、その後からは毎回疑い事例で発表させていただいた。となると今度インド株の場合には疑い事例の段階でもちろんこれは公表をさせていただきます。はい、わかりました。ありがとうございます。では各社さんいかがでしょうか。どうぞ。よろしいですか。朝日新聞杉田です。インド株の検査を始めるのは6月上旬という。そうです。まだ何日っていうのはまだこれから。まあ上旬頭なるべく早くと思ってますけどね。キットが入り次第。いいことですね。はい。感染症研究所へ送ってゲノム解析する。それのパターンは今までの N501Y と変わらない。じゃあ私はでは解析ってどういったことをするのになるんですか。解析っていうのはスクリーニングですね。スクリーニング検査のこと。はい。どうぞ。徳島新聞です。県で行うアスティで集団接種のことなんですけど、はい、接種に当たる方はまあ、アワナースの方とか、はい、潜在看護師をイメージされていると思うんですけど、はい、その方が、まあ、その優先接種を受けていない状態っていう可能性もあると思うんですが、県ではその従事していただく方に先に接種ワクチンの接種を受けてもらうということは想定していますか。というかもうすでに昨日この話は発表させていただいたように、つまり5月の31日から昨日発表申し上げたように、まずリハーサル、これを行ってマスコミの皆さん方にも公開をさせていただくと申し上げました。でその時にいわゆるアワナースの皆様方を対象に打たせていこうということで、徳島の大規模接種の場合には、県の大規模接種の場合には、すべての皆さん方にまず打っていただく。それで、打っていただくこと自体を、いわゆるリハーサルという形でさせていただく。何それ？29日。あ、せい、29か。29か。29はリハーサル。あ、29、失礼しました。29年。29、昨日発表したから29からって言ってましたね。失礼しました。どうぞ。確認なんですけど、県が主導して行う集団接種の打ち手の皆さんは、じゃあ全てワクチンを打った、まあ、1回になる人もいるかと思うんですけど、打った状態で手伝ってもらうという。そうです。必ず今お話があったように、2回とは限らないんですが、1回は打った状態でやっていただくという形をとります。
ございますでしょうか。どうぞ。ちょっとあのこのコロナの話に関連する話なんですけど、まあ、この中であの学びの確保ということで、はい、タブレット端末の配布を行っていると思うんですけど、はい、でまあ、ちょっと若干そのバッテリーの不具合であるとか前代回数回収というようなことを行われてますけども、その辺例えば機種の選定であるとかですね、そういう点で問題はなかったのかどうかとお聞きしたいんですけども、はい、でまず全国一斉にギガスクールということで、これはすごい数のタブレット型端末を47都道府県、県立、あるいは市町村立、場合によっては市が全部やったんですね。ということで、はっきり言って品薄になるということがあって、県におきましても何度もやはり教育委員会も確認をしてもらって、まあ、まずはちゃんと入るかと、年度なんですね。で現にそれ一部入らなかったということで、専決処分もさせていただき、県議会でご議決もいただいたところなんですが、まあ、そうした中で一部そのバッテリーの、ね、不具合、つまり充電をしていると膨らんできてしまう、これはそのまま放っとくと破裂をする、怪我をする可能性があるということで、そこについては今業者において原因究明中ということになっています。でこれはまず徳島市の単独調達のところで出てきたんですが、実は県の教育委員会、城之内中等学校でもやはり同じことがあったということでありますので、まあここのところについて、そのまず原因をしっかりと究明をしていただいてお知らせをいただく、つまり蘇生乱造をしたからこういうことになったのか、あるいは何らかの手違いでそうなったのか、でこれは徳島だけのおそらく事例ではないと思うんですね。おそらく全国各地でこうしたことが起こるということで、それは当然全国に対しての警鐘ということにもなります。なんといっても小学生、中学生、あるいは特別支援学校の皆さんがお使いをいただきますので、万が一のことがあってはいかんと考えておりますので、このあたりは慎重に対応させていただければかなりです。まあ、前代、まあ、回収してもらってメーカーの責任できちんと対応していただきたい。おっしゃるです。で、あと原因を知らせていただくと、うん、いう段階。はい。はい、どうでしょうか。どうぞ。あのさっきの、あの打ち手の方のワクチン接種についてちょっと関連なんですけども、はい、保健の、が主催する会場では、まあ、あのリハーサルを兼ねて、はい、まあ、事前に打ってもらうということですけれども、まあ、市町村が行っている部分で潜在看護師の方が対応するケースもあると思うんですが、その方を、まあ、あの県がやっている医療従事者の方に入れてもらう、入れるということは考えはありますか。というよりもまずこの制度自体をご理解いただきたいんですが、予防接種法上は事業主体というのはあくまでも市町村、県は事業主体ではないんですね。ということで、まず判断はそれぞれの市区町村、こちらでやっていただくと。当然その中で、いやもう医療従事者として先に打とう、こうしたところもあるし、いやそれ以外の対応するところもある、それぞれの市町村でまず判断、こういうことになります。当然その場の打ち手の方々がさまざまなご意見が出ると、これも当然ですね。で実はもう一つ、我々潜在看護師のアワナースの皆さん方にご協力を看護協会を通して打ち手としてはしていただくんで、当然県の考え方としては、まあ、まずはその皆さん方リハーサルを兼ねて打っていただくということで、例えばある市町村で行かれてて、そこでは打たないという方針だと。ただ1週間ベタで張り付くということはあまりないと思いますから、この皆さん方が県の方にその市町村でお約束をしているところ、我々影響は与えないとこう申し上げてますので、そうでない日に例えばこちらに来ていただくというお約束があれば、当然県の大規模接種会場でリハーサルとして打っていただくということが可能ですので、それぞれの今度は打ち手の皆さん方、アワナースの皆さん方のご判断で、じゃあ私県の方でもこの日お約束したところが空いてるからそこで来ようかなと言って来ていただく、こういうことはある。ただもう向こうで約束してる日をね、県の方でこっちへ、これはちょっと言えない。つまりあくまでも市町村がメインですのでね、空いたところでこちらへ来ていただく、これもウェルカムだし、その場合はもちろん他の人と同様にリハーサルの段階でまず
打たせていただくと。そして6月上旬予定をしている高齢者の皆様方の大規模接種、この時には最低でも1回は打った状態で対応していただく。もちろん今回潜在看護師さんの中でももう打ってる人もいるわけですのでね、まあ、そうした対応を取らせていただく。すみません、どうぞ。集団接種に関連しまして、その日の体調なので、キャンセルする方が、はい、本格的にどんどん大勢打つようになったらまた症出てくるかなと思うんですが、まあ、市長さんのところで、まあ、先生に打つであるとかちょっと方針を出しているところもあるんですが、徳島県の集団接種においてキャンセル分のワクチンについてはどのようにするか、はい、でここはもう一つ、そのファイザーとモデルナのワクチンの違いということにも起因をするということになります。ファイザーの場合にはこれは希釈をする、生理食塩水 で希釈をしてしまわないと打ち切らないといけないと、で無駄にしてしまうということがあるんですね。それと保存状態がやはりかなりの低温マイナス75度ということがあります。でモデルナの場合には希釈をする必要がない、それからマイナス20度普通のフリーザーでこれ保管が可能ということですから、まあ、保管をしていくことは可能と。ただバイアルの途中でさあできるかどうかっていうことはありますから、まあ、そうしたものについても最小限で無駄にしないといった点については考えていく、そうした点もあるかと思いますが、まあ、今回さまざま協力をしていただく皆様方に打っていくというのも一つあるんではないかと、このように考えています。登録してくれる皆さんっていうのはどういった方々ですか？まず少なくとも先ほどのアワナースの皆さん方は打たせていただく、それから順次たくさんの数ご協力いただく看護学校の学生さんたち、今実習を兼ねて協力をいただこうということがありますので、最高学年の皆さん方、あるいは教員の皆さん方、こうした看護師さん、あるいは看護師の卵の皆さん方、打たせていただく、これをリハーサルでやっていこうとは考えているんですが、あとそれ以外に協力をしていただく皆さん方もおられますから、まあ、そうした皆さん方、さあどうしていくのかという形もありますので、とにかくワクチン、ファイザーよりは弾力性のある対応ができるかとは思いますが、とにかく無駄のない形で対応していければと、このように考えます。じゃあ、まあ、医療従事者を中心にということになっているんですか？もちろん、まあ、関係者、でもあの関係者という点もありますのでね。では、まあ集団接種の運営に関わる人たちの中で、医療従事者を中心に、まあ、あまりというか、キャンセルが出た場合は、そうですね、まあ、数は少ないと思いますけどね。他の人でしょうか。すみません、最後に幹事社からなんですけど、どうも、今日ですね、会見のスタート時間が30分ほど、申し訳ありませんでした。なので、そもそも16時スタートというふうに、はい、取り決めさせていただいていると思いますので、お忙しい中だとは思うんですが、定時でお願いします。はい、大変申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。それでは、終了します。はい。